ぞいらっしゃいました。冬花火打ち上げまではもう少し時間があります。手をつないで体を優しく待ってください。冬を通らせば続きの滝のつらら、さらにラッキーやフロストツリーやスノーローです。見たこともない絶景との出会いが待ってます。大切な人と楽しい時間を過ごしてください。近い未来この八ツ宮は十和田八幡台国立公園のコアエリアとして自然と触れ合う場所となります。自然を楽しむアクティビティやハーブ山菜のお宝を発見したりとか、ネイチャーガイドのベースとして思いっきり楽しいところになります。皆さん、十和田湖伝説知ってますか？この十和田湖ができたのは、愛知県の名産たちが大事に浅いのに、雨風の長い歴史があったことを、ここに住む人たちも、太古の記憶を忘れまいと語り継いできたものです。伝説は、昔、渡りの橋の頃を国防に向けて、仲間を裏に、その報いとして、巨大な竜に変わり果ててしまい、十和田湖の荒ぶる主となり、住む人に恐れられていました。数百年が過ぎると、主元祖、南宗門が現れます。南宗門は法律で、9つの頭を持つ竜に変身し、八の太郎と対立、その時空を超えた壮絶な戦いが始まります。稲妻が天空を切り裂き、遥か彼方まで雷鳴がとどろく7日7番の天変地異、1100年前の大噴火のことでしょう。大地震、大噴火が山を崩し、里を焼き尽くし、海辺まで及びました。八の太郎は敗れ、八郎が名の主となりました。一方、あらわく美しい娘、夏子は永遠の美に取りつかれ、美しい竜へと決心したところ、八の太郎と出会いました。二人は傷ついた体と心を癒していたのですが、南宗門が夏子姫に恋して嫉妬に狂い、青い竜となって再び戦ったという人間らしい解釈もあります。戦いの深いわけには、田沢湖に身を潜める辰子姫とのロマンスがあったのかもしれません。大自然に抱かれた水面は、移ろいゆく季節、夏の光と影、そして氷と雪の世界を映しています。人の欲望や掟、そして人を思う心を深く沈める三つの湖、十和田湖、八郎潟、田沢湖、時空を超えた秘めたロマンスが冬物語です。愛しい人よ、会いたいこの想いの空に輝いて、君に届けて、君の声に胸を熱く